どうもマギーです。あ、おっさんの方のマギーです。ウィシンさんの作品は、シャバケという作品に2013年でしたかね、出していただいたんですけども、それがもう何しろとにかく楽しくて、楽しい思い出しかなくてですね、いつかまた一緒にご一緒したいなと思っていました。それでロミオとジュリエットを見に行った時にですね、あまりにも感動しまして、終演後ウィシンさんにまたぜひご一緒にやりたいですと言いました。ところ今回ですね、やれることになりました。嬉しいですね。とにかく今回も楽しい思い出作りをしたいと思ってます。今回僕は3役、やることになっております。3役ともに、遊びどころのある役なので、関西弁でシェイクスピアですからね。どうなるんでしょう。どうですかこの感じ。大阪のおっさんになれるでしょうか。ウィシンさんの舞台は、舞台上の熱量、マンパワーで、空間を埋めるのが醍醐味だと思っております。岸谷さんはもうね、そのマンパワーの権化みたいな方ですから、岸谷さんに、ついていきたいと思います。今回、初共演の皆さんも多いので楽しい思い出になるといいなと思っております。ぜひ、劇場でその熱を皆さんと一緒に、体感していただきたいと思っております。以上、おっさんの方のマギーでした。歌うシャイロック、2023年3月16日から26日までサンシャイン劇場で上演いたします。劇場でお待ちしております。